そい先行有利だな、間違いなく。よし、勝った。誤差ビサで勝った。よわ、高橋もちろん僕の画面見ちゃダメだぞ。月見で一杯取んなきゃダメだよな。いや、まず間違いなくあれ取んなきゃダメだ。これ取ったら半分勝ちみたいなもんじゃないのか。役が簡単にできるぞ。星ついてるな。高橋悩んでいる。ま、一杯取っちゃったんで、酒一杯取っちゃったんで、花見も持ってるし、僕やったぜ。桜出れば勝ちか。まさか、もはやリーチ強すぎる。初手から強すぎる。お、月見が取られた。だが花見で、はい、あがり強すぎる。やべえ、強すぎる。さあ第2戦だ。めっちゃ強いんだけど。よし、桜を取っておこうか。なんでコイコイしなきゃいけないんだよ。負けてたの今。ココイスだな。今のは逃げる場面だったでしょ。ほほほほ。あー、取れない、取れない。あれ取んなきゃダメだ。あ、くっそー、マジかよ。聞くか、聞く来い、聞く子ね。やばい、取られる。持ってるな。いやー、取られた。まずいぞ。あ、これ潰しとかなきゃダメか。これ潰しとかなきゃまずいな。月見で持ってかれるもんな。あっちか、坊主の方か。月見は、月見も花見も取られちゃダメだろう。彼が持ってないことを祈るとして、坊主取ったかないと終了するよね。あ、でも待てよ、月見持ってると相手が月持ってたらそれで終了か。坊主放置するしかないか。どうしよう。え、三好の声、え、三好のも来ない。じわじわと来る。赤単か、三好のじゃなくて赤単。赤単、いや、どうしよう、取ったらダメな気がする。どうしよう、手放すか。いや、まずい。うわ、よかった、カスでよかった。今死んでた。こう取るしかないよな。いや、カスか。カス取られても終わりか。もう10だもんな。まあでも1点ぐらいになったらいいや。ラッキー。うっそ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 、どうしよう。いらないの、こっちか。え、そんなもつれ込む。うわ、カスで。いや、1点だぞ。カスは、カスは1点だから意味ないよ、それで上がっては。あまり、いやー、くだらねえ。お前、それじゃ勝ってないって。カスだった、1点だって。バカだな、大差つけて勝てたのに。バカだな。いや、今のはミスってるでしょ。言ってんだぜ。うわー、強い。それは強い。くそー、返さなければこうだな。うむ、カス上がりの方がいいんじゃないか。もうここまで来たら、あー、どうしよう。タンも5枚で焼くか。
坊主取られるときつい。いやーもう赤タンか。赤タン一歩手前だすでに。てか出せるのない。そんなマジかよ。え、嘘。おいおい、そんなあるか。ば、いやいや、よし、やべ、次赤タンで終わる。赤タンで終わる。赤タンで終わっちゃう。やべ、イノシカチョウ。いや、でもこっちにある。これ取っとけばまだイノシカチョウは防げる。タングイして、はい、こっからこっからこっからだぞ。3校には近い。よし、ナイスだ。持てるな、持てるな。持ってって持ってって3校。どうする。やっ、上がれば勝ちなんだよな、正直。これは3、3連だから。だがそれは高橋に屈辱的な敗北を食らわせられないから、ここはコイコイするわ。大丈夫、なんもあいつ集まらんから。やつはね、カス上がりで1点稼ぐようなつまらん男だから、ギャンブラーは何かと教えてやんないとな。大丈夫だ、やつはカスだ。カス10枚で上がる小さき男よ。考えている。赤タン上がり。負けだし。こいこい食われて負けだし。